イエスは天国の福音を伝えている。弟子たちと群れはイエスの教えに驚きながらイエスに従っているが、書記官とファリサイ派の人たちは疑いの目を向き、イエスを罠にかけようと狙っている。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのでなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと。しかし私はきっぱりとこう言う、私はあなたたちのことを全然知らない。不法を働く者でも私から離れ去れ。説教中だ、静かにしなさい。どうかイエス様に会わせてください。イエス様の噂を聞いて遠くから来ました。どうかお願いします。どうしたのか、私に何をしてほしいのか。イエス様、私のこの雷病を癒してください。癒していただきたいのです。父よ、御心通りに行わしてください。私は復活した後、あなた方より先に
ガリラへ行く。たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません。はっきり言っておくが、あなたは来いよ。ニワトリが二度鳴く前に三度私は知らないと言うだろう。そう、そんな。私たちも同じです。決してあなたから離れません。私は向こうへ行って祈っている間、ここに座って祈っていなさい。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。はい、主よ、そういたします。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。あなた方はこのようにわずか一時でも私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈りなさい。心は燃えても肉体は弱い。はい、主よ。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子、罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。おう、ラビよ、ラビ。流れの町の大工の息子、イエスだな。自分がユダヤの王であると言いふらしているんだって。大工のくせに。この男、それだけではありません。ローマ皇帝に税金を納めることを禁じ、我が民族を惑わしているんです。何だって？ローマ帝国に対抗を。何を考えていたんだ。えい、どうなるか分かってるんだろうな。えい、何を見ている。お前たちも仲間か。いえ、とんでもありません。違います。待て待て、お前の顔をどこかで見たことがあるぞ。この男の仲間だな。違います。いや、この男と一緒にいるの確かに見た。違います。何かの見間違いです。何、本当に違うか。違います。出て行こう。さあ、立て。立つんだ。さあ、私を知らないと言うだろうと、イエスが言われた言葉を思い出したペテロは激しく泣き出す。
ち抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎の罪のためであった。彼の受けた悲しみによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。掘り場に惹かれる小地図のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。主よ、イエス様、主よ、イエス様、イエス様、イエス様、我以外の罪を許す。
けられるなんて、我らの罪をお許しください。我らの罪をお許しください。我らの罪をお許しください。安息日の次の日、朝早く女性たちが香料を持って墓に行った。しかし墓から石が取り除けてあり、イエスの死体が見当たらない。おられない、おられない、イエス様がおられない。主よ、どこに行かれたのですか。主よ、イエス様、イエス様、イエス様。なぜ生きておられる方を死の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。恐れることはない。あの方は死の中から復活した。そしてあなた方より先にガリラヤへ行かれる。そこでお目にかかれる。イエス様は復活なさったのだ。イエス様は復活なさいました。イエス様はよみがえられました。イエス様はよみがえられました。ハレルヤ、ハレルヤ。皆さん、イエス様は復活なさいました。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。そんな、そんな、まさか死んだ者がそんな、おお、そんな。女性たちはすぐに出発してエルサレムに戻ってみると、ユダヤ人たちを恐れて隠れている弟子たちとその仲間が集まっている。皆どうすればよいのだ。我らが信じていた主は十字架で死なれたし、ここエルサレムにとどまるにはあまりにも危険だ。我らの顔はあまりにも知られているぞ。これは先生があんなにも無気力に死ぬなんて思ってもみなかった。先生が十字架にかけられる前まで俺はすぐに主が天の天軍天使に命令し、ローマの兵士たちを打ち砕くだろうと信じていた。そして
の支配から救い出すメシアであることを証明されるだろうと信じていたんだよ。そうだよ。オハレルヤ、オハレルヤ。本当に主はよみがえられました。本当に復活して現れました。イエス様はよみがえられました。約束通り主は復活なさいました。ハレルヤ、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 ハレルヤ。弟子たちは皆驚き、復活なされたイエス様の話を聞き、皆喜びの涙を流している。その中には弟子の一人でディディモと呼ばれるトマスは彼らと一緒にいなかった。おいトマス、イエス様はよみがえられた。約束通り復活なさったんだよ。あの肩の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。あなた方に平和があるように。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。おう主よ、私は神よ。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。この次第はこうである。シモン・ペテロ、ディティモと呼ばれるトマス、カレラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、復活されたイエス様が3度目姿を現しましたが、弟子たちは誰一人それがイエスだとは分からなかった。魚は取れたか。目の右側に下ろしなさい。誰だかわからないけど、俺らは何十年も漁をやってるんだよ。そうだよ。そこならもうやってみたんだよ。そうだよ。でもせっかくだし、やってみるか。
部数えたら153匹でした。お疲れ様、あなたたちも来て食べなさい。はい、はい、主よ。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛しているのか。私が主を愛していることを主はご存知です。ヨハネの子、私の羊を飼いなさい。あなたは私をこの世の誰よりも愛しているのか。主よ、そうです。死ぬことがあっても主と共にすると嘘をついていた私でした。しかし今は私が主を愛することをあなたはもっと知っておられます。私の羊を飼いなさい。ヨハネの子シモンよ、あなた私を愛しているのか。主よ、主は全てをご存知です。主の助けがなければ主を愛することすらできないことを悟りました。しかし今は私が主を愛していることをあなたはよく知っておられます。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時を自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。アメン、しよう、ハレルヤ。聖霊はあなた方の上に下ると、あなた方は権威と力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様はよみがえられました。イエス様は復活なさいました。皆さん、主の果てに至るまで